お疲れ様です。今日ですね、声声やっていきたいと思いますと。久々にね、小屋をね、ちょっとやりたいなと思ったんですけど、現環境ですね、マジ小屋小屋がいないですね。もう環境ホグとか、まあ、ロイフグとかのクエイクデッキだったり、まあ、マザネクがいたりだとかで、マジマルチ、ほんと上位200に小屋小屋使ってる人ゼロです。はい。ということで、まあ、小屋がいないんで、まあ、いねえなら作ればいいやということで、現環境の小屋を、はい、考えました。こちらです。はい。オーブンミラーの巨スケも入ってるみたいな感じの、ちょっと公開店名のね、まあ、小屋小屋というか、まあ、小屋なんですけど、てか小屋でもねえのか。まあ、オーブン2個置けば小屋小屋やろうっていうことで、まあ、基本オーブン置いて、もう、それだけ、巨スケで気合で守って、で、環境のミラーも入れて、みたいなところで、さあ、環境型の小屋をちょっと作ってみたので、どんなものかね、ちょっとね、やっていきたいと思います。さあ。よろしくね。まあ、基本小屋小屋マジで、引きこもるだけなんで、耐えましょうね。後ろから小屋置いて、粘るということで、やっても。で、鬱陶なんですけど、呪文も。別に何でもよかったんですよね。うん。ファイボーでもいいし、ヤナメでもいいし、何でもいいんですけど、ウッドにしました。そう、まあ、ファイボーで、枯渇にしばかれるのは嫌だな。ヤナメで、ホグとかロイフグちょっと戦いにくいなと思いながらも、でもヤナメめっちゃいいなと思ってました。ヤナメでもいいんですけどね。そうけど、ちょっと高回転がいいなと思って、はい。ちょっと色気出してウッドにしました。で、まあ、ヤナメミラーとかだったらね、マスケとか処理できるんですよ。まあ、それがすげえ強いんですけど。まあまあ、いいや。で、このデッキマジでおもろいのが、ヒギ、この、ダブルホバ野郎ですね。マジで。なんか、ファイボ持ってない相手とか、ファイボ持ってる相手もいいんだけど、なんか、ファイボ使った時の、このマジ、ホバリングが、なんか、おもろすぎて、ただ、それをしたいがためだけのデッキみたいなとこもあるんですけど、いて。普通に枯渇や高回転ナイトだ。さては鬼の無課金勢グラチャレでも使わない。まあ持ってなくても使えるよね。さあということでオーブンをしていきたいんですけど、あマジで嫌いその吹き矢。さあそのファイブは別に良くて、そのアイスピンも美味しくて、さあ飛んじゃう。ホバリングね、マジで13レベって、残っちゃうんですよね。間のファイアボール。それがマジでチートなんでね。だから後半に入ればというか、このデッキの強いのがマジで、巨スケミラーがね、単純にやばいでしょ。まあ、あとファイボを使った後の、まあ、ホバリングミラー。同じくマザネクミラー。であとはとりあえずうぜえだろっていうムートミラー。緊急時のスケミラー。で、マジアチャをやっつけたいウッドミラーみたいな。で、とりあえずやっとけ、オーブンミラー。まあ、ミラーが強えな。そうなると。でも、この子役はちょっと、可能性感じてるんでね、ちょっと。引きこもられるとやばいかもしれない。うっとっちゃう。マザネクとスキあるんで、最悪ね。相手なんか、すごい子役は初めて見ましたみたいな、立ち回りしてんな。よいしょ。さあ、一生マジでやばいよね。一生垂れ流してる。いや、こういうデッキ好きなんだよな。楽だから。そう、楽なカード、いいっすよね。まあなんかね、難しいカードはやっぱ使ってて楽しいですけど、楽なカードは楽だからいいんですよ。シンプルに。はい。ってことで、そろそろお時間ですかね。さよならの。さよならのお時間をやってまいりました。後ろから流しての、いやマジでやばいな相手陸行きがなんかごめんね本当に。まあまあまあ陸行き少ない相手だとこうなるね。てかまあ陸行きがなんか巨スケとかだと意外とあるようでないんで、スケを入れましたね。高回転にもなるし、まあ、陸受けにもなって、エリババとかユーノとかそういう系の受けでも優秀なんだね。さあ。いや、いいんじゃないでしょうか。まあ、初戦なんでね。ウッドミラーで、まあ、緊急のマジアチとか、まあ、ロイホグとか、まあ、高回転に勝ちたいからウッドって感じかな。いや、でもいいんですけどね。さあ、マッチングしてくれ。
よいしょ、よろしく。まあ、一旦のオーブンミラーね。いや、マジでホバミラー、マザネクミラーでぐっちゃぐちゃにしたい。ああ、いい位置のディガーだ、これ。さあ、ディガーということは何でもあるが。おー、ディガミーニッペイ。メガナイトオールベーカーぐらいがいいしか出てこないけどな。おー、言ったら本当に。さあ、ムート残ってほしいけど。いやー、いいコウモリだ。マザネクマニアは。さあ、ちょっと、うまい香りが。うまい香りがしてるが。どうだい？香りだけかい？とりあえずもう、メガナイトしよう。相性いいな、これ。だって、オーブン置いて、相手、タルザップなんですかね、メガナイトオールブレイカーってことは。タルザップなんてオーブンを突破できないでしょ？あー、一発入るか。で、マザリクも、まあ結構きついでしょ、相手は。で、コバもきつい。キョウスケもきつい。ミニピだからスケもきつい。あ、もう勝ったっすね。しっかり延命していく。まあ、ここはウッドとかで低コストで回して、もう一回小屋置きたいですね。オッケーオッケーオッケー。まあ、マスキとかちょっとやらなくなる。うん。普通にできる相手ですね。わかんねえけど。まだわかんねえか。よし。いや、オーブン置くか。いや、置いてもいい気がすんな、別に。だって置いて損ないっすよね。冷静に。冷静に置いて損ないわ。で、早めに勝利して。そのディガーだ。あ、どこ行っちゃった。あ、え、ウォールブレイカーってそんな入るっけ。ファイスピ飛んだよ。何、オーブンから出るファイスピはザコみたいな。何それ。そんなことないよね。なんで入っちゃったんですか。さあ、ここで大事なのは芋です。低め低め、マジで低めっす。均衡全部低めで、低めで延命する。で、ここでまあマザネクホバでやりに行ってもいいんですけど、一回目がないとサイクルが来る。で、もう一回我慢、よく我慢して、溜めて溜めて溜めて、拾うよ。よいしょー、オーブン命。家よ家。オーブンだけはマジで守んなきゃ。でもこのオールベーカー売ってよかったけどな。まあ、いいか。やめて、壊さないで。さあ、落ち落ち落ち立てて。ファイスピナーツきつくなってくるんちゃうの、そろそろ。これはよし。マジでキモすぎー。あーべー、そっちか。しかもムートが残ってるから。おっ、これは、あー、これ延命したい。いや、めっちゃいいスケ、転生スキルと見てる。しかもこれは一系ドゥンドゥン。メカニック間に合うかな。いや、間に合わない。よいしょ。ちょっと陸行きがないんですけど、あのハイスピとムートとこの残りがで、ね、いや、いいんじゃない。ウッドちょっと処理しちゃう。オーシャンティー、やばっ。ホバリング13強っ。最多頑張って壊しに来るよと。いやー、マジでな、これが好きっていう、ちょっとやばいかな。でもみんなも好きだよ。そんなことねえのか。ほやこや俺嫌いな人は見たことないんだ。で、冷静に。このスケがやっぱいいね。スケ持ってきてよかったわ。なんならここからウッド削り鬼の。やべ、これ待って、入らないよな、そこに。あ、オーブンも入ってた。なんで。いやー、守り硬っ。ずるやんって。これ俺だったら絶対いいわ。さあ、そしてホバ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 。やべえ。優秀だ。うわ、すげえ、何これ。あんま見たことねえ景色だな、これ。
プロペラめっちゃ飛んでんだけど。よし、いや、いいよね。こういう相手がね、一番幸せになれるよね。やべえ、マジで。お願い、クエイク持ってないって頼む。本当にね、祈る。クエイクはもうしょうがないですからね、やっぱ。でも全然勝ち筋はあるからね。クエイクに対してやっぱオーブンが刺さんない。オーブンが刺さんないんだけど、クエイクはね、やっぱユニットに弱いので、ムーとホバマザネクが辛いんですよ。そう、だからクエイク相手には、もうオーブン置かずに一生、ムーとマザネクホバ気をつけ、みたいな、もう、ユニットゴリ押しでね。いやーもう本気やん。まあでも、枯渇を倒したいがためにね、俺はね、ウッドにしてるんでね。しかも、ホバもマザネクもあって。これはでも、まあ、ロケ削り巻いたらしにくいぞ。マイティー！いやー、マジでマイティー、これ。逆さにピュンっていくだけやん、これ。きつい。ムートからの、あースケからのウッドか。いやー、うまいな。落ち着いてます。まあ俺も無理しなければダメージ受けないので。お、マザネクが惜しいな。うん、いや、オーブンは下だな。天才いて、いて、ひっついてるからあっちにも当たっちもう。さあ、これちょっと邪魔なんで壊します。たまーいてー、これ壊されるかな。いや、残るね。よしよし、右だからね、俺の狙い。ずっと右狙ってるんで僕。よしよしよし、右右右右右右右左、やっぱ左。いや、オーブン置いとけよかったかな。やべえ、でかすぎたなんか相手やっぱずっと辛そう。いやー来るね。来なかった。いいよ、マザネク。そんなロケットって大丈夫？あなた本当に大丈夫？それロケット撃って、ロケット撃って大丈夫だな。これホバリングいっぱい来るよ。うちホバリングいっぱい勝ってるからね。あー、いい受けだな。まあまあ、いや、こんだけ稼いでたら悪くない。いや、ウッド使うか。さあ、一生右側にホバにマザネクにムードにやっとけば、相手絶対きついかんね、これ。絶対きついかんね、これマジで。俺の負け筋は相手のカードサイクルについていけなくなるかもだな。あ、おっきいな、これ。オーブン置いて、オーブン置くのをやめた時はね、人間が終わっちまうとか。やばい、やばい、マジそれやばい、マジやばい。しかも今回にかけて対1。あれを壊してマイティが回ってない。うわ、頑張ってんないて。今からじっくりいきたいと思います。これロケロケで行かれちゃう、もしかして。いや、ロケロケ耐える。守れるかい、守れる、守れない。わぶねー、普通に負けたかなっていう勝ちです。勝てばいい。いや、危ねえな。なんか、まあ、引きこもればね
いつかダメージは通ってるんですけど、やっぱ相手がねしっかり施設と高回転でね毎回毎回ちゃんと守ってくると、一回なんかねちょっかいかけないといけないっすね。そう、いやまあ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 、攻めウッドのタイミングと今だった時にちょっとたまに攻めたいっす。さあ迫撃来てムートがない、一名あおう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 、あこれホグだ。さあもう最近ねめっちゃ多いんですよね、これもマイティの大砲のデリバリーのホグです。そうちょっとすげえマルチで溢れてますね。まあこれはクエイクデリウッドだからマザネク、でマスケっすね、対空の枠は、まあ、マイティがマジで嫌だね、ただそれだけ。よしでオーブンはマジであのうん消します、自分のデッキに入っていない手で戦います。うわなんかすごっそのムート、おしゃれというか変というか、いやこれでも熱い。豚が迫撃砲の竹も取るしずっと殴ってる、豚の圧にやられてるぜ。まあホグちょっとやだね、したくないけど置かざるを得ない。うん基本やっぱムートホバーが残るんでムートホバー無限に出したいっすね。作り方の位置よし、オッケー、右サイ、まあ右手ってなのか、まあ一応左にも出しておくか。うわ前手の爆発強い、いや相手もやっぱ攻めにくそうっすね一定立ってるもん。やっぱ置いても意味ねえか、まあでもホグを守るので一旦ムートミラーですね。マジうわ入っちまうのか、きついぞきついぞ、絶対これ絶対きついぞ、いろいろ、いやマジでめっちゃ生きてる、えぐい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 、これあれだよこれに勝てんの強いな、立ち回りもよかったな。このマジの相手のデッキ途中今期もほんと昨日で世界1位と2位が2人とも使ってるとか、そう爆流行り迫撃マイティホグ、しかもえ現在33位だ、最多88だ、わお、あんそれは違う、あじゃあ今やばいね、めっちゃ強い、あいつ相手あいつとか言ってごめんね、あの相手倒しました、しれっと、あれこやこや、ただいまお帰りなさい、よろしく、うーんタルパンプルー、なんか名前かわいいね、うん
いや、オーブンネットでも落ち着かねえな。ほんでだ、世界大会観戦スタンプだ。あ、このアカウントねかった。あれ、めっちゃスタンプマウント取ってくる。やり返しちゃおう。どうするこれ。なんか4個水晶ってマジで咲きたくないんですよね。それで出した瞬間相性悪いカード合わされて終わっちゃうんでね。よし、まあここはさすが京介で、あっちゃくいと樽なので、まあ、メガラムチエンスケラーキョロイ、キョロイってことこれは。んー、なんか珍しいぞ。ドリルではあっちゃくいも入んないでしょ。お、これいい、めちゃくちゃいい感じに爆破避けるんじゃね。おーい、待てー。あ、行きまーす。豚ちゃんさあ、まあキョロいっすね。エレスピなんで、コウモリで、うん。いやー、これでもあれだな、ロイが止まんねえな、これ冷静。何すか、オーブンね。俺のオーブン読みタルババみたいな来たんだけど。え、てかよく今守ったね俺。ちょっとあの怖いんで一回オーブン。しかも右なんか入ってんな。あれ何したっけ。うわ強い、スピリットワンパンだ。ハイスピ13だから。いやロイだよな、これスケラ。いやエレキコウリか、ロイです。いやーこれやばい。あれ、なんか余裕があんな。さあオーブンをたくさん置いていきます。相手呪文なんだこれ、ライトニングだろ絶対。いやライトワンチャン来るんで、タワー巻き込んだ時になんか残るように気をつけも出しちゃう。よしよし、まあどうせ気をつけ蓋されるかもだけど、暇だしポパも出しちゃおう。暇だし。よし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 、いけ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 、辛くなってくるぞ、辛くなってくるぞ相手。おお、やばいやばいやばい、まさかの。いやでも全然止まったわ。さあまさかのキョスケバルーン。なんかたまにっていうか俺もなんかよく使うやつ、気に入ったやつ。いやでも違う、エレキゴム、いや全然知らんわ、ごめん知ったか。さあ、おお、すごいマザネクが頑張る暇もなく。おー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 おお、きつそうだ。いい、あれめっちゃいいんだけど、これはなんだ、キョスケがただただ強いのか、そんな気もしてるよね。なんか単純にキョスケミラーが強いだけの香りもしてますけど、このデッキの可能性も見えてきたな。これでトラックしたら何に負けるかな。まあラバルファイボに、いやだマザネクホバでオーブン、オーブンすっけ、マザネクミラー止まるかな、止まりそうだけどな。まあ守り鉄壁の相手がちょっと嫌かなぐらいかな。いやちょっと強そうだ。なんて書いてた、うん、かわいい名前してんね。さあオーブンミラーをしたいのでちょっと我慢だな。おい回ってこないやないかい。マジラバホリとかのなんかね、ヤナメ系引きたいな。あれヤナメ来たかな、ヤナメから多いっすね。マジどっちだ、バイボロイか。おお、いやなんだこれ、めちゃくちゃ見ない、めちゃくちゃ見ないです。はい、マザネクエリポンはやばい。
あんま聞いたことない。何これ変なの弾いた。マジなんだこれ。ゴレか。いや、エディポンゴレっぽいよな。え、マジやばい。見たことねえ。何これ。いや、わかんねえ。エレジャイスパーキーか、こんな。エレジャイ。うわぁ、エリポンやべえなぁ、これ。気づいた。気づいてしまいました。エリクサーポンプが、どうにもできないことに。あれ、でも、キャスティが待ってよ、あいつ。やりすぎてんな。あー、オブジェイスパーキーの練習。レイジはないのかよ。いや、レイジあるな。だってヒースピとかの枠がないにしたら絶対ある。さあ、ということで、スパーキーか。まあ、スパーキーも、マナでダメージ稼ぐしかないよな。届かねえか、こんな。いや、まあ、立ち回り、ドヤンなんだけど、まあ、なんとかなるか。マジでドヤンすぎる立ち回りしてんだよ。いや、マジで本当になんとかなってる。やばい。いやー、耐えれるかなこれ。耐えれます。助けてほしいな、マジで。やだよこれ。もうきついよ。スパーキーリセット欲しい。でも相手の方がきつそう。ちょっとだけ。しかもこれ竹取るんじゃない。おいしい。ああ、これ耐えれば勝ちか。守れっかな。やべえ、カオスな、カオスな試合が始まろうとしてる。いや、相手ホバーきついね、マジ。やば、これレイジがねえのか、相手。マジそれ救われたっすね。レイジあったらさ、マジぐっちゃぐちゃになっちゃうだって。レイジがエリポンになったんだろうね、多分。さあ、エリポンが苦しかったけども、低めが最強すぎて全然守れましたね。いや、やっぱホバミラーしてよかったな。相手ザップだけとかだったんで、相手によってこのミラーの枠をちょっと考えて。さあ、来た。これ勝てば12勝。よろしく。いや、いいよ。次にこれミラー来たら神っすね。あ、さあ、墓石です。ラバーじゃない。あー、遅延スキャラか。まあ、遅延スキャラはね、どうだろう。これお互いダメージ入んないっすね。相手のスキラー甘えてくれたらマザネクでフルカウンターで終わらせられそうだけど。おお、コンフンでいきますけ。遅延スキラーじゃねえかも。まあでもポイズンなんでスキラーが濃いんで、マザネクいるのはガチで熱い。
来い、たまたま。おー、いやマジで遅延スケラの縦の枠キョスケとかかな。いやー、それぐらいしかわかんないな。あー、多分そうだな。さあムートで受けてスケラ来たら美味しい。うわ美味しい、本当に。俺がマザネク持ってるのを知らなかったのか。そう、でもちょっと考えれば分かりそうな気もしないこともないが。いやーでもなんかあんま入らない。さあ相手ちょっと甘えたので、このダメージはでかい。なんならもうこのダメージを持って逃げ切りたいぐらいある。こっから多分もうスケラほぼ打ってくれないと思うので、いやーまあ事故ってキョスケを入れないだとかかなー。まあ本当に事故んなければ負けないと思うんだけど、そういう時大抵事故るっすから。うん、まあとにかくあれはいかないっすね、行ったらダメなの。うん、のんびり行くしかないよね。やっぱポイズン削りっすね。そうっすね、こっからは。マザネク行ってもいい気すんな。でもない。いやー一個落ち着いたね。うわす、なんかすごいことなってんなマジで。何がどうなってんのかちょっと分かりづらいんだけど、すごいことにはなってる。よしよし、いやマザルク持ってんのこれでき。いやーいいよ、しかもオーブンで勝手に圧も与えてくれる。相手は俺がマザルク持ってるから攻めづらいでしょ。あんなミラーマザルクあるからね。はい、フレームポイズン使いな。お？それは？いやーこれ大カウンターチャンス来てんな。諦めたかな？諦めない。さあマザネクでもう一回豚にして。いやー決まってく。さあ、まあ、もしかしたら神相性ですけど、相手が一回もスキラを打たずに一生ポイズンだけで削られるとちょっと危なかったかもですね。さあはい、さあということで今日はこちらのね小屋ミラーやったんで、ぜひねこちら使ってみてください。いや思った以上に強かったと思います。はい、キョスケのパワーゲーでしたけども、やってみてねということで、よければチャンネル登録お願いします。ではお疲れ様でした。またね。